群馬 B 級グルメの旅、松屋食堂ラーメン爆誕編。はい、皆さんこんにちは、国所ナインです。こうして皆さんとお会いできたことに感謝いたします。いや、やばいでしょう。なぜなら松屋食堂についに新たな仲間が加わりました。もうわかるよね。その名も醤油ラーメン。ありきたりですか。定食はじめうどんやそばなどメニューが豊富な松屋さんですが、唯一ラーメンだけはメニューにありませんでした。それがとうとう始まっちゃった。そんなん聞いたらもう行くしかないでしょう。ということで満を持して誕生した松屋食堂の醤油ラーメンの魅力をお伝えします。それでは早速行ってみましょう。とくとご覧あれ。いや、やばいでしょう。これだ。こんにちは。今日も逆さ。選べるセットに200円追加でラーメンに。今日はすげえ腹減ったからミニ丼じゃなくてがっつりにしよう。もう決まった。待ってる間に七味をスタンバイってどっから出すんだよ。そういえばこの間松屋さんのショート動画でね、うな重セットがおすすめですよとコメントくれた方がいらっしゃいました。ありがとうございます。うな重セットは実はすでにアップしております。よろしければご覧ください。あれはやばかったっすね。また食べたくなっちゃった。などとしているとできた。ナルトにメンマ、チャーシュー、わかめ、ネギ、至ってシンプル。もう我慢できねえ。それじゃいただきます。この中太縮れ麺、存在感ある。うまい。これが松屋食堂のラーメンか。見た目はおとなしいが味はおとなしくない。さりげなく魚介だしが効いてるところが松屋さんらしいね。麺もしっかりとした歯ごたえがあって、良質な小麦粉を使ってるんでしょうね。まずはスープからっていうのどうも馴染めないんで、このタイミングでスープ味わう。いいね。いろんな材料が合わさって一つにまとまってる。うまいな。いつもは最後まで取っておくチャーシュー、もういく。厚め大きめ。うめえ。しっかりと味が入って、香味野菜の風味も一回かけるか。バランスの取れた辛みと風味、合う。七味の溶け込んだスープ、うまし。多めに入ったメンマが嬉しい。ナルシスト、これ端の方だな。うん、いい箸休め。美味しかった。今後はトッピングなどできるようになればね、楽しさがさらに広がると感じました。辛ネギとかいいね。美味しかった。メインのもつ亭、キングオブソウルフード、すっげーボリューム。いただきます。くたくたのネギがまたいい。うまい。味噌味でコクがある。ちょっと濃いめでご飯が進む。もつ煮といったら定番の中辛。いい眺めだ。合う。味噌味にピリッとアクセント、ご飯が進むな。味噌汁の具材はナスとわかめ。久しぶりだな、ナスの味噌汁。ナスが新鮮、うまい。
このお店では女性や年配の方はわざわざ半ライスをリクエストする方が多いんですけどね、せっかく盛りがいいのになんでそんなもったいないことするのといつも思ってます。残す方がもったいないだろう。おっしゃる通り、リセットツール、きゅうりの漬物。うん、味覚リセット、はじめの美味しさよみがえる。やった、ポテサラだ。うまいな手作りは。そろそろあれやっていいかな、もつぶっかけ丼。うめえ、つゆだくもつ煮丼。昔後輩がやってて注意した食べ方、やってみたらうまかった。後輩くんごめん。後輩くんは初期の方でこれやってたからね、私は最後の締めでやるから。もつ煮丼うまかった。味噌汁も、ポテサラも美味しかった。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさま。美味しかった。